こんばんは皆さん。1ヶ月ぶりですね、の配信になります。今日からですね、新 MC といたしまして、亀さんに参加していただくことになりました。亀さん、よろしくお願いします。ちょっと自己紹介、よろしくお願いします。はい、ちょっと一言いただければ。亀さんは前回の配信の時にゲストに来ていただいた方で、若狭湾で民宿ですかね。あ、ここら辺ですね。若狭湾でね。はい。カメハウスという宿をやっております。カメハウスを経営されているカメさんです。はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、早速なんですけれども、今日のゲストをご紹介したいと思います。イングランドからですね、教育コンサルタントの奥野みどりさんをお迎えしています。奥野みどりさん、よろしくお願いします。自己紹介お願いします。ありがとうございます。イングランド、に住んで、まあ20年ぐらい経つんですけれども、今年からですね、ちょっと教育コンサルタントということで、ちょっと活動を始めました。奥野みどりと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。では、早速なんですが、ちょっと画面のシェアから。はい。僕の方で。ロップで持ってる感じ。はい。こんな感じかな。そうですね。はい。すいません。教育コンサルタントって簡単にちょっと書いてしまったんですけど、私一応勝手にですね、正式名称をトランスナショナル教育コンサルタントっていう風に、つけてまして、まあ、後ほどちょっとトランスナショナルって何っていうことはご説明させていただきたいなって思うんですけれども、まあ、簡単に言うと、国をまたいで、いろんなところで横断しながら教育を受けていくっていうことに対して、専門で勉強したっていうことで、この名前をつけました。で、現在はですね、このコンサルタント業以外に、平日はですね、大学、地元の大学の方で、テクニシャンということで、授業のお手伝いをしています。で、また土曜日には、日本から、来られた方の日本で、全く同じ国語の教科書と数学の教科書を、教える場所があるんですけれども、その補修校で仕事をしています。はい、ありがとうございます。みどりさんは、20年在住されてるそうで、今まで、小学校から中学校、高校といろんな学校のね、先生をされてきたんですよね。そうです。小学校はやってないんですけども、小学校以外。以外ですね。もともと日本で高校で理科を教えていたので、イギリスに来てからすぐに大学で仕事が見つかって、そこでは実験室で溶液を作ったりとか、学生さんの実験のお手伝いをする仕事をしたりとかですね、しながら、まあ、なぜイギリスに来たのかっていうと、まあ、夫がですね、日本人なんですけども、転職してイギリスに行きたいっていうことになったので、まあ、私もついてくる形になったんですが、最初に着いた町がケンブリッジっていうところなんですけど、そこで家もちゃんと慣れてきて、まあ、生活も慣れたなって思った頃に、また引っ越しすることになりまして、それでまあ私もせっかく大学で働いてたんですけども、新しい町で今度は中高一貫の学校で、理科の実験助手として働いて、そして家を買ってまた仕事を変えたっていう感じで、うろうろしています。そうなんですね。皆さん、イングランドどの辺かちょっと出してきていいですか。はい、はい、
あ、すいません、あのスライドが教育って書いちゃったんですけど、あのイギリスってどこっていう話でですね、あの一般的にイギリスって言われるんですけども、まあ、イギリスがどこを指すのかっていうのがイギリスの国内自体ではとても難しくて、あの最近やっとあの新聞、日本の新聞とかでもあの英国っていう風に書くようにはなってるんですが、英語ではですね UK って言うんですね。そこに書いたと思うんですけども、あのこれは UK って何かっていうと United of Kingdom ということで、王国の連合国なんだっていう認識でイギリス人はいるんですね。それでちょっと色分けをしたんですけれども、あの緑のアイルランドっていうところはあの違う国なんです。あの日本人が普通に言うアイルランドって呼んでる国があの緑の部分なので、そこは英国には入らないんですが、それ以外のですね、あのブルーのスコットランド、それから黄色の部分がイングランド、それから赤いところがウェールズ、そして、黄緑になっているところが北アイルランドっていう風に、分かれているんですけれども、まあ、それぞれが自分の一つの国だと思って過ごしているんですね。なのであの外、イギリス人以外の人が見るとみんな一緒なんでしょってなるんですけれども、なかなかその、みんなバラバラでですねあの日本の都道府県の私は何々県民みたいなのよりもっともっと強くて、もともとは違う国だったんだ、違う王様がいたんだっていう感じで、今でもあのまあライバルというか競い合ってるというか、あんまり仲良くしていませんで、あのこの前オリンピックをあのやってたんですけども、それはあのチームブリテンといって UK っていう言葉も使わずに、あの出たい人だけ出ましょうっていうことで、あのイギリスの選手が、一応ねこの4つ の, あの国がまとまって出たんですけど、サッカーがですねやっぱりあの 4つの国と一緒にやりたくない、チームメイトにもなりたくないということで、男子 の, あのサッカーチームはオリンピック出なかったぐらい、あの一緒にやることに対して、まあ、抵抗があるという感じです。なるほど。イメージ的にどうですか？もともとは違う王様がいたんですね。そうなんです。それがいつかの段階で、ごめんなさい、なんかあの世界史だと思うんですけど、一つの国になって、そこから、まあでもその昔の国、独立してた頃の国が、まあ、まとまったから、それを引きずったままずっと来てるってことですか？そうですね。あの、もともと国によって言葉も違ったんですね。のスコットランドは、あの、ゲール語っていうアイルランドと同じ言葉を話してたり、あの、赤いウェールズっていうところもウェールズ語っていうのが今でもあるんですが、だんだんそのイングランドの勢力が強くなって、みんな英語を喋るようになったっていう経歴もありますね。そうなんですね。面白い。なんかなんだろう、国民性というか、なんか人柄とかも違ったりするんですか？あ、違いますね。あ、違うんですね。あの、あのこの先週までちょっとスコットランドにあの夏休みの旅行に行ってたんですけど、本当に人が優しくて、あの何も聞いてないのにいろいろ教えてくれる、ここ行きなよとか、あのすごくあのフレンドリーな感じですね。ただそのスコットランドの英語があの私が普段聞いている英語ともちょっと違うので、本当にこう一生懸命聞かないと分かりにくいアクセントで、はい、そんな感じですね。そうなんだ。なくならないんですね、対立はね。わかんないけど、対立というか、なんか、あまり、なんだろう、ちょっとびっくりして、ピンとこないけど。あ、そうですね。あの、なんか YouTube で調べると出てくると思うので。
あ、それと、ね、あの前回あのウェール、あ、じゃあスコットランドのあにお住まいの方とあの対談されてたじゃないですか。あのそういうのも、うん、あの全然違っていてですね、あの教育制度もイギリスの英国としてあの行っているのではなくて、スコットランドだけはあの別なんですね。でこの4つのうちでもあの特にイングランド嫌いというか、あの対立しているのがスコットランドで、スコットランドは独自にあのカリキュラムを作ってあの学校を運営してるっていう感じです。それどのような違いが、あ、すいません、どのような違いが、あ、そうなんですよ。それで私もあの、ね、前回 の, あの対談を見せていただいてちょっと調べてたんですけども、あのスコットランドはもともと全然違うシステムを取り入れてたみたいなんですね。例えばあのイギリスは、イギリスって呼んだって言うんだから、あのスコットランド以外はあの5歳から小学校が始まるんですけど、昔はあのスコットランドはもう6歳とか7歳とか日本と同じような感じで小学校1年生スタートしてたんですね。ただその近年あのやっぱりこうイギリスの大学に行く学生さんとかも増えてきたので、あのなんかイギリスの制度も一緒に勉強できるよっていう学校が増えてるみたいです。面白いですね。その個人の選択ってことですか？あ、そうですね。あのイギリス式がいいなって思った人はそのカリキュラムをやってる学校に行くっていうような感じみたいですね。スコットランドの中でイギリスのカリキュラムをやってるところを選択するってことですか？そうですね。あの主に私立とか、あとあの全寮制のボーディングスクールとか、そういうところではイギリス式をあの採用してる学校が多いみたいです。なんか私立みたいな感じでこの教育方針が違うっていう感じの受け取り方なんですか？そうですね。あの日本だったら学習指導要領っていうのがあって、私立でもそれに従わないといけないんですけど、あのイギリスの場合は私立の場合は全く別 の, あのカリキュラムを組んでもいいっていう風になってるので、あのそういう方がいいっていう方はそちらを選ばれてますね。ただし学費がとっても高いので、あの本当にお金持ちの人しか行けないっていう感じです。そうなんですね。そうなんです。それであのその、イングランドとかそのウェールズとかもうぐちゃぐちゃ言ってるっていう話なんですけども、あのサッカーを例にとったように、あの全然国が違うと一緒にいたくないっていうのもあるんですが、あのイギリスは階級社会っていうのもあって、あのその私立に行けるだけのお金がある人と全然教育なんかどうでもいいやっていうご家庭とかもう本当に分かれちゃってるところがあって、本当にあのちゃんと学校を選ばないとあの難しいところがありますね。この階級制度ってあの今どれくらい残ってるっていう言い方が正しいのか分かんないんですけど、生活する上でなんかこの階級制度を感じる場面ってあったりしますか？はい、あの地域によってすごく差があるので、やっぱりあの小学校はあの日本と同じで学区制度になっているので、普通の公立に行く場合その自分の家に近いところに行くんですけど、その地域のところがまあ治安が悪かったりとか、あとその移民とかっていう問題ではなくてですね、あの親がもう本当にあの低所得者で、あの家はカウンシルハウスっていうんですけど、あの政府からあの家を与えられているご家庭とか、そういうところの地域の学校っていうのがやっぱりあのとても教育が難しくて、まずその出席させるのも難しいっていうような
地域があり、その隣で一歩こう道路を挟むと、あの裕福な地域に行って、そこの人たちはとても教育熱心だったりっていうことが、あの目で見て分かっちゃうんですよね、その家の建て方とかで。だからあの階級社会っていうのは なくなったというか、自分では自分からはあまり言わないんですけども、あの見る分かってる人は分かっているっていうところですね。それってそのなんていうんですかね、子どもたちの中でとか学校の、まあ、学校もそもそも違ったりするんですかね、その行ってる学校が、うん、そうですね。そのベースとなる教育が階級によって違うことによって、その子どもたちの、まあ、幸福度とか将来のこう仕事または生活に関する影響みたいなことっていうのはあったりするんですかね。はい、もちろんあのイギリスではあの入試っていうものがあまりなくてですね、あのどこかの大学に、あの学校の次の段階に行くのに、あの、まあ、試験はあるんですけども、卒業試験っていう形なんですね。で中学生まではその、あまり勉強ができない環境の子たちと、それからとってもそのお金を持っていて、あの私立に通っている子たちも同じ問題の試験を受けなければならないんですね。そうするとやっぱり必然的にあの成績順でこうグレードって言ってこう分かれていくんですけども、あの9段階あって9から1で、数字が出てしまうんですね。であなたの、数学はいくらみたいな感じなものがあるので、それを一生背負っていくっていうことになります。一生なんですね。まあでもね、あの リベンジができるので、大人になってからもう一度それを受けたいっていう人もいるので、あの書き換えはできるんですけれども、あの例えばマクドナルドであのバイトしたいって言っても、その基準の、まあ、6とか言われてるんですけども、英語と数学はその6以上じゃないともうバイトもできませんみたいな。あとはもう肉体労働とかそういう見習いとかに行かなければならないっていうような感じですね。へー、厳しいの、なんかすごいですねそれ。そうですね。だからあの後から、まあ、やっぱり頑張ればよかったっていう人のために、あの障害教育としてあのカレッジっていう制度があって、まあ、夜間でもあのその試験を受けるためにもう一度チャレンジするっていうことはできますね。なんかそのなんだろう、階級っていうか、なんだろう、もともとその階級制度っていう、まあ、要はランク付けみたいなのあると思うんですけど、それをなんだろう、その教育が例えばすごくいいところに行けばそれがなんか改善されるというか上がるっていうこととは違うんですか、階級が上がるというか。そこがなんかこう階級の難しいところで、あのもちろんあの労働者階級って呼ばれているそういうあのブルーカラーの職についてる方もとってもお金を稼いでいて、あの年収がよっぽどその大学出た人よりも高い場合もあるんですけど、その階級自体を変えるっていう感覚がないですね。でまたその下からあの下にいると大変なんじゃないって思うんですけど、あの日本人の感覚からするとちょっと分かんないんですけど、あの僕はもうそれでいいみたいな感じで、あの自信を持ってそこで生きてらっしゃる方が多いですね。じゃあその成績というかそのランクはまた関係ないってことですよね、うん、高くてもまあ要はそのなんだろう、自分がいる位置ずっといるっていうことは。そうですね。だから幸福度っていうと、そのお金がある方が、あの地位とかお金がある方が、あの幸福だっていう感覚がイギリス人はないので、あの生活保護をもらっていても幸せに生きてる人はたくさんいるんですね。もうなんか根付いてやってるってことですね、その考えというか当たり前のものとしてっていう。そうですね、多分あの
お金がないからといって何かこう例えば食べ物とかに制限されるとか、そういう苦しい思いをしなくても政府から援助があるので、その必要最低限の生活はこう守られるというか、むしろ働かない方がお金がもらえたりとか、うん、あ、その辺は手厚いんですね。そうですね。なんかあ、ちょっと飛んじゃうけど、男女差とかってどうなんですか？なんか階級社会となると結構、ね、ジェンダーとかさ激しい感じがしちゃうんですけど、うんうん、私も最初は来た時に、うん、ちょっと戸惑ったんですけど、うん、日本に比べるとかなりマシというか、ないです、差が。あ、そうなんですね。もちろんその辺はなんかヨーロッパっぽいですね、うん、そうですね。女性が自立してるというか、その、なるほどね、はいはいはい、自分で自分の幸せは自分がやるみたいな、なるほど、うんうん、ところがあって、それで私も友達とか同僚とかのイギリス人によくそういう話をするんですけど、うんうん、いつから、あ、日本の話をすると、あ、イギリスの戦前の話だねってよく言われるんですよ、女性の地位が、イギリスも昔はそうだったわ、選挙権もなかったしこうだったしって言われるんですね、専業主婦が分かったりとか。でも戦争によって変わったって皆さんおっしゃってて、でそれが なぜじゃあ変われたのっていうと、その戦争でもう男性が全員こう兵隊として国外から出たと。まあイギリスはたくさん植民地があったので、第二次世界大戦中にいろんなところに兵士を派遣してたんですよね。だから国内に全く男性がいなくなって、その働きでので、全てを女性で回すっていうことをされたみたいなんですね。でそれでやっぱり、あ、私たちだけでできるわっていう風になったので変わったよって言われてます。なるほど。でもやっぱり北欧に比べると全然ダメで、やっぱりガラスの天井って呼ばれるように、会社の、ね、上の方の人は女性少なかったりとかするんですけど、でもスコットランドもね、女性の首相ですし、イギリスも2人前は女性2人目でしたけども、うん、首相がいたので、うん、そういう意味ではすごく過ごしやすい国ですね、うん、私にとっても、うん、そうなんですね。どういう時に感じますか？なんか暮らしやすいなみたいな。ああ、そうですね、不当な差別がないですね。何かこう、例えばその女だからこうしろとか、この年だからこうしろとか、あんまりそういうことは誰も言わないので、自分の意見をいつでも言ってもいいし、自分のやりたいことをやってもみんなから何も言われないっていうところがすごく生きやすいなって思います。まあ、みんなそれぞれ自分の人生生きてるって感じですかね。そうですね。なんか特に私、その日本では理科教員だったので、高校の理科の先生って日本では女性がすごく少ないんですよね。で私も大学に入った時点で、私理工学部だったんですけど、入った時点で、女子どこっていうぐらい、その入学式で並んだ時点でもう女子が見えないぐらいいなかったんですよ。それでそれもあって、私はちょっと次世代の女子にもう理科を好きになってもらおうと思って教員になったんですけど、意外に好きな子はいるんですけど、なんか私はやっちゃダメなんだみたいな、なんかその雰囲気とか社会的な何か、やっぱりロールモデルがいないとか、そういうことだと思うんですけど、諦めちゃってる部分があったりとか、科学が好きって言えないとか、言えない、そういうの、雰囲気的になんかこう言えない、
感じがしますね。私もだから黙ってると、先生はなんか家庭科の先生に見えるとか、なんか英語の先生ですかとか、なんかこう見た目なんですかね、なんかこうそういうイメージで、私が白衣を着て職員室うろうろするだけで、うわこいつ来たみたいな感じでなんかリアクションされたりとか、私1年目が男子クラスの理系を教えてたんですけど、本当に私が入った瞬間、え本当に先生みたいなリアクションされたりとかあったんですよね。でもなんかそのイギリスでは本当に私理科やってましたって言っても、全然あそうなのみたいな感じで話ができるので、そこもすごく行きやすいですね。子どもたちが選択する人数の比率とかもあれなんですか、日本とは違うんですか。違いますね、うんうん。ただその工学系はやっぱりちょっと女子が少ないので、イギリスも数年前までSTEM っていうのが流行ってるんですけど、サイエンスとかマスとかそういうところに奨学金を出して、まあ、ちょっと女子に進学してもらおうっていうプログラムがあったんですけども、今はほとんどの理科系の科目で半々とかになってますね。だからいいですよ。そうですよね、将来の本当に、ね、産業構造に関わってきますからね、その分野で、ね、そうですね。だからやっぱり自分が勉強したいと思ったものを制限をかけられず選ぶことができるっていうのが、やっぱり真のね幸福にもつながると思うんですよね。でもそういうところが日本ではどうなのかなっていうのがちょっと疑問で、まあそういうところでこう女性の地位が低かったりとか幸福度が低いのかなっていう気はしますね。そうですね。選択できることと比較しないっていう階級制度はあるけど、そこに比較を持ってこないっていうことと、その自分の中周りで選択できるっていうことが、まあ、幸福につながるようなお話を聞いてて印象を受けます。そうですね、それにはやっぱり学費というか、その公的機関での教育のお金のかかり方ですね、家庭ごとの、それがやっぱり一番違うんだと思うんですよ。私もイギリスに来てから子供を産んで育ててるんですけど、まあ皆さん、私の友人とかがですね、よくもっと子供がちっちゃい時に、日本に帰ってこないと日本語がやばくなるよとか、なんでそんなにずっとイギリスにいるのとかよく言われてたんですよね。で、それでもやっぱりなんか、この国の教育の方がいいかなって思ったのが、やっぱりその習い事をさせたりとかするときに、やらせやすいんですよね、イギリスだと。本当に学校が3時に終わって、クラブ活動とか何にもなしに、家に帰ってくるんですね、子供が。だから家での時間があるので、自分の好きな活動がその後ずっとできるんですよ。学校に縛られないというか、だからまあテニス習いたい、空手習いたい、何々したいっていうのもやらせてあげることができるし、あと学校の時間内に音楽を個人レッスンしていただけるんですね。希望者だけなんですけど、とっても格安で、10分ぐらいしか時間ないんですけど、授業中に、はい、何々さん、バイオリンレッスン行ってくださいみたいな感じで抜けて、学校にいる間にそういう活動もできるんです。それも日本の学校からすると考えられなくて、その間授業どうするのってすごく私も不安だったんですけど、みんなやってるので、なんか後でちょっとこう友達に横の子に聞いたら分かったとか言ってやってたりとか、
あとやっぱり塾がないのがちょっと嬉しいですね、私としては。もう本当に学校の勉強をやりなさいみたいな感じなので、なんか確かに日本の、なんていうんだろう、その塾に取られる時間すごいですもんね、日本での学生の。そうですよね。なんかどうなんだろうって私もすごい疑問に思ってて、それが学校のスペースっていうのはすごくいいですね。そうですね。あとなんか私も日本の友達が、あの大学受験する高校生かなに夏の夏期講習を何十万円もするのを行かせないといけないみたいな感じで、家計が大変だってすごくあの言われてたんですけど、私今のところもう上の子が今高3の年なんですけど、ほとんどそのお金がかかってないというか、子育てに、そこは本当にありがたいですね。じゃあもう学校私立の選択、あ、どうぞどうぞ。学校でとにかく勉強するって感じなんですか？そうですね。まあ、学校でのテストで、まあ、あの入試っていうかその代わりになるので、まあ、学校さえちゃんとしてれば大丈夫っていうことで。なるほど。ただうちはあの毎年日本に帰って、まあ、日本を体験させたいので、その浮いたお金は全て日本の飛行機のチケット代に消えてます、ね。それすごいいいことですよね。なんか2拠点知ってるっていうか。そうですね。なんか子供たちもあの日本に住んだことないんですけど、日本に行っても、あ、日本に帰ってきたって言うんですよね。面白いんですけど。やっぱアイデンティティ的には日本にあるんですよね。そうですね。でも自分はどっちっていうとイギリスって言ってますけど。でもなんかこう一つに縛られないっていうのもすごくいいかなって思っていて、ここら辺がやっぱりあのみどりさんが今後やっていかれようとしてるトランスナショナル教育につながっていくんですかね。そうですね。そうなってもらえると嬉しいですけどね。あ、次のスライドって言われてるんですけど、次のスライドはですね、私が大学院に行ってた時に作ったものなんですけど、まあ、日本とイギリスどれだけ違うのかっていうところで、あの1年早く始まるっていうのがやっぱり大きな違いかなって思いますね。でほとんどあの大学入る時は同じになるような感じでなってるんですけど、中高一貫っていうのが、まあ、一般的な感じです。中学生が結構長いんですね。そうですね。中高で5年間ぐらいですかね。ちょっと今あの質問をいただいてるんですが、はい、久保田さん、フランスと同じで大学は入りやすくて進級卒業をしにくいのでしょうかという。はい、日本と比べるとそうだと思います。ただあのうちの子もあの大学受験じゃないな、大学の入学のための準備をあの最終学年でしようとしてるんですけど、あの日々の勉強がすごく大変そうで、あのイギリスは3科目しか勉強しないんですね、大学行くためにもともとが。で3科目だから、私としてはもっとこう知識を広めてほしいなって思って、どうして3つしか勉強しなくていいのかとかとっても疑問だったので、あの自分も大学院に行って勉強することにしてみたんですけど、あのイギリスでは高校はもうちょっと予備校みたいな感じで、あの大学の準備としてやるっていうことで、まあ、日本の大学の1年生か2年生ぐらいまでの、あのレベルのことをもうすでに
高校の段階で勉強してから、大学に入るっていう感じで、ようですね。ということはもうかなり大学の大学に入った段階ではもうかなり専門的なことをしっかりやっていくっていう感じなんですか、ね、そうですね。だからそのために自分が何をやりたいかっていうのを日本よりももっと早い段階で決めないといけなくて、セカンダリースクールの、ね、11年生の最後に試験があるんですけども、それも、コアサブジェクトって呼ばれる、3つの英語、数学、理科、以外のものは全部選択なんですね。でその選択したのを深めたい人がそのシックスフォームという黄色の高校に当たるところに行くんですけど、その前にだから選択科目を決めないといけなくて、まあ、ある程度13歳とか4歳で、何をやりますかみたいなことをすごく学校から言われて決めなきゃいけないっていうのが、私としてはちょっとかわいそうだなって。私が14歳の時に何やりたいかって決まってたかっていうと、今も全然違うことやってるので、それは大丈夫なのかなっていう不安は今でもありますね。あと、はい、変わる人もいるんですか？それでその時選んだ分野と実際に学ぶ分野が変わっちゃったっていうか、変えたいみたいな人も、変えたい人もいますね。でもその変えるのも結構大変で、その学校の中にその教科の空きがないと授業移れないとか、まあ、成績が悪いと移れないとか、いろいろその厳しい条件があるので、自分で取ったっていう責任は自分で取りなさいっていう感じがありますね。あとその、はい、お子さんの状況っていうのはどんな感じですか？上の子 その選択を終えて今それの道を進んでるというか状況。そうですね、うちの上の子は最初小さい頃は魚にとっても興味があって、海洋生物学者になりたいってずっと言ってたんですね。で、じゃあそういう生物系に行くのかなって思ってたんですけども、やっぱり自分のなんかアイデンティティとかを考えた時に、その自分の考えっていうのはどこから来るのかみたいなことを考え始めたみたいで、その頃から心理学に興味を持ったんですね。で、心理学をやりたいって言い出したんですけど、私としたら、魚どこ行ったのっていう感じで、話したんですね。で、彼は彼なりに、まあ、考えがあって、まあ、ずっと話していくうちに、やっぱりその、どこでどう考えているのかっていう、その考えるっていうことが、とっても興味があるので、それだったら、その、どんな生物にも当てはまるんじゃないかっていうことで、だから今は生物を選択し、心理学を取り、数学もやってるんですね。まあ、統計学は必要なのもあるんですけど、まあ、得意なので、で、その3つで、じゃあ、どういうところを受けれるのかっていうと、心理学部以外にもですね、その数学と生物を取っていれば、工学系に進むことも可能なので、なんかそういう選択肢は残されてるっていう感じです。はあ。もう大学のその学部ぐらい分かれるってことですね、科目は。そうですね。それぐらいがたくさんというか、その中から3つ選ぶ。うん。あ、それを15歳、6歳やるっていうのはね、なるほどね、大変ですよね。なるほど、なるほど。へえ、面白いな、でも、なるほど。でもそういう意味では日本の方がもっとこう幅広くやってるので、まあ、直前にこういろんな学部を受けたりとかね、そういうことも可能だと思うんですけど、まあ、なかなかそれはイギリスでは難しいっていう感じ。今おっしゃられたこの仕組み自体は、スコットランドもこういう形なんです。
あ、それなんですけども、まあ、スコットランドも似たような感じで、学年の区切りはちょっと多少違うかもしれないんですけど、特に中学校のレベルでは同じような感じで進められていて、で、最後の、その中等卒業試験っていう GCSE っていうのがあるんですけど、まあ、それをスコットランドはスコットランド独自のテストを行っているようです。うん、なんか確か、なんだろう、私の感覚でいくと、ヨーロッパが結構なんだろう、科目少ない、フランスも確かそんな感じだったと思うんですけど、うん、多分ね、早く選んで極めていくみたいなのをやってるんじゃないかなと、うん、はい、思っていて、そうですね、まあ人次第ですけどね、なんかなんだろう、ずーってのめり込める良さっていうのはまたねあるとは思うけれど、まあその人によってね、その決める速度が違うので、うん、という感じかなとは、はい、そうですね。で、先ほどの質問なんですけど、その入りやすくて出やすい、いや出にくいのかっていうことなんですが、まあ、そういう、まあ、試験をくぐり抜けて、まあ、大学3つだけ出願できるんですけど、イギリスでは基本的に。で、その、全員が、センター試験みたいに同じ日に同じ問題を同じ時間にそのイギリス全土で受けるんですね。で、それで、上上位何パーセントの人がいくらみたいな感じでこう点数が出てきて、で、その点数と、あと志望動機とかを持って、まあ、大学に行くんですね。それで、やっぱり、すごく厳しいイメージがあるんですけど、まあ、普段の授業もちゃんとしないといけないんですけども、結構その大教室で授業を受けるっていうよりは、セミナーみたいな感じで、20人とか30人に分かれて、勉強することが多いので、まあ、サボれない。それから、チェックが結構レポートを出さないといけないので、まあそれがちゃんと基準に達していないと、学年の途中でも、あなたはもうダメですっていうふうに言われてしまったりしますね。そういう意味では、厳しいと思います。ダメですっていうのはもう留年決定みたいな話ですか？あ、それが留年できる、学部と、もう辞めなきゃいけない学部とか、その大学によってもいろいろまちまちで、一度私が教えてた生徒さんが、そのちょっともう落第してしまって、また次1年生からどこか違う大学に行き直したっていうのがあります、ね。クリアですね、結構。そうですね。だから結構みんなだから真剣に大学生勉強してますかね。ただその、あ、すいません、水曜日だけはその大学にもクラブ活動があって、大学だけあるんですよ。で、小学校中学校全くそのクラブ活動っていうのもでほとんど ない状態なんですけど、大学だけはその大学対抗のなんとかみたいなので、スポーツだったり音楽だったりなんかいろんなことがあるんですけど、まあ、水曜日は普通の学部生の授業は入れてなくてですね、でその日が試合日なんですよ。へー。なんか水曜日になるとコーチバスで観光バスみたいなのでいっぱいこう学生が遠くからやってきて試合してっていうのをもう決めてあって、だから日本だったらこう大学の授業をサボって何かやるとかあると思うんですけど、もう大学がもうそういう時を作ってるっていう感じで、まあ、そういうのはすごく羨ましいなって思いますね。そう、じゃあ就職とかは結構どんな感じなんですか？就職も全然違っていて、一斉にその卒業したからみんな就職活動してすぐに働き始めるっていうこともなくですね、ほとんど の卒業生はまず見習いっていうか、まあ、コントラクトで1年間とか何年間の契約で働かせてもらうみたいな。
で無給のところもありますし、普通の正規の職員よりも低い給料だったりとかして、あの経験を積んで、そしていい仕事が出た時に、まあ、あの応募するっていう感じで、だからみんなが就職活動っていうのもあんまりないんですね。まずはやってみるというか、やっぱ経験積まないと逆にその会社が取ってくれないってことですよね。そうです、そうです、そうです。あ、だから逆にあの学歴がなくても経験がすごくあれば、あの結構いい仕事ができるんですよね。なるほど。はあ、なんかそのそこ階級に関係なしにってことですか、さっき言ってた。そうです、そうです。ただその自分の、あの成績とかは持ってないといけないので、うん、まあ、それが悪い成績だとその場所にも立てないので、また話は違ってくるんですけど、うん、そこはあの全然そのどこに住んでたかとか、全く関係ないですね。人種も関係ないし、年も関係ないので、うん、あの若い方が通りやすいとか、そういうの全くないですね。また違う。だから私としては本当に何にもね、あの英語も最初話せなかった人がポコってきて、あの、まあ、一応理科の溶液だけは作れますって言ったら、それで仕事もらえたんで、すごいとこだと思いますね。はあ、そうか。まあでもそうか、なるほど。とにかく経験者にはいい、優しいというか。そうですね。だからあのやっぱりそのちゃんと勉強して知識を持っていたり、経験があったり、あと手に職があったりっていうことなので、そういう意味ではその大学出た方が給料がいいとかっていうのもないですね。なるほど、なるほど、なるほどね。で、資格もその大卒とかっていう書き方はしないので、なるほど。じゃあまあ一般人的に言われる学歴みたいなものはそんな関係なくても、とにかく経験がものを言うって感じなんですか。うん、そうなんですよ。だからあのイギリスはあの東大京大みたいに、あのケンブリッジとオックスフォード大学はすごくいいって言われてるんですけど、そういう人がじゃあすごくどこでも就職できるかっていうと、意外にできてなかったりとかして、全然そのオックスフォードだからすごいねとは言われますけど、あのその勉強ができて、ここで勉強したっていうのと、まあ、経験は別っていう感じで見られてます。となると教育のあり方が結構社会に順応してないと、その日本みたいにここの経歴をたどればここにたどり着きますっていうことではないわけじゃないですか。だから結構その学校の教育自体も社会に順応して変化していく必要があると思ったことと、そこと社会が一致してるかを保護者の目線でもちゃんと見極めて、学校の教育に集中させるのか、社会の動きがこうだからこういうことを学ばしていく必要があるのか、もうちゃんと見極めていかないと安心したエスカレーターではない。そうですね、全くその通りだと思います。うん、ね、でも親もあんまりこう口を出さないですね。もうあのセカンダリースクールまでが義務教育なんですけど、そこからあの専門学校に行こうが就職しようが何しようが、もうあなたは大人として考えれますよねみたいな感じで、あの接しているので、まあ、あなたこうなりなさいとかっていうことはあんまり言わないみたいですね。なんかすごいやっぱあの大人として扱うっていうところが、うん、教育システムの中にもすごい現れてるなと思うし、ちゃんと自分で選んで、ね、もう13歳4歳ぐらいで将来を考えて選ばないといけないっていうところあたりからね、かなり、そうですね、早い段階で求められるんだなって。そうですね、だからあの
プライマリースクールの小学校までは親が付き添いで通学させないといけなくて本当に大変なんですけど、セカンダリースクールに入った途端にですね、自分の教室っていうのがないんですね、基本的に。先生の、部屋に授業を受けに行くっていう、移動教室みたいなのが毎時間あって、もう本当に日本で言ったらまだ小6の子たちが大きな荷物を持って毎時間移動して、数学、理科、音楽みたいに授業を受けてる時点でもうやっぱりなんかこう自分で向かってるって感じですね。なるほどなるほど。ああ面白いな。そうですね。大人ですね。そうですね。だからすごく何でも話せるというか、私下の子も14歳なんですけど、最近は本当にどのニュースの話を振っても、あそれ知ってるとか言って、政治の話でも何でも一緒にできるようになりましたね。すごい面白いです、あそうです。次の多分もう時間がないか、ミデさん言いたいことを。次のスライドお願いします。はい、はい、すいません。はい、すいません、ありがとうございます。それでそのトランスナショナルっていうことなんですけども、私自身も、日本で教育を受けて、イギリスに来て新たなこう教育システムと出会って、その中でやっぱりその難しさっていうのがあると思うんですね。もともとその教育がなぜその国々で行われているかっていうと、すごく政治とかとやっぱり結びついていて、国がどんな人材を作っていきたいかっていうところでその教育のシステムを作っていったり、カリキュラムを作っていくっていう風になってるので、やっぱり日本は日本人としてこうなってほしいっていう思いでカリキュラムを組まれていると思うんですね。でイギリスは先ほどもその自立させるっていう意味で、早く決めて早くやりなさい、自分の道に行きなさいっていうような教育をしているっていうことは、やっぱりこう個人で生きていけるように、自分で自己責任でやってくださいっていうような教育が見えるんですね。で私がそのコンサルタントって書いてるんですけども、その国を超えて勉強したり、理由があってそういう教育システムを違うところに行かないといけないってなった場合に、やっぱりその自分の価値観とか習慣であったりやり方であったり、文化も言葉もそうなんですけども、その中でこう悩んでしまう場面がたくさんあるんですよね。自分だけがやっぱり違うところに抜けてしまったっていう感じになるので、その中で私はじゃあ何を頑張っていけばいいんだろうってこう見失う人もたくさんいてですね、私も補習校で10年以上教えてるんですけれども、特に高校生とか中学生は将来どうしていったらいいのかっていうことですごく悩んでるんですが、それを相談することがなかなかできないっていう状況があるんですね。で特に日本から留学ではないんですけれども、私が見ているお子さんは駐在員のお子さんが多いので、何年間はここにいるけれどもまた日本に戻るとか違う国に行くっていう風に、なりながらも日々勉強していくっていう子どもたちを見てきてですね、やっぱりそのここに一つのところに慣れたと思ったらまた別のところに行かなきゃいけないっていうので、その馴染むのに時間がかかってるともう自分のね年がすぐ過ぎてしまうので、そういうところを効果的にサポートできたらいいなと思って、こういう仕事を始めようと思ったんですね。で、あとは、学校の先生として、関わっていると、学校の中で起こったことに対しては、私も手助けできるし、相談も聞けるし、手伝いもできるんですけど、それが一歩外に出た場合、例えばその私が土曜日にしか学校がないところで教えていると、月曜日に何かがありました。
まあ、よくあるのがあの、まあ、いじめられたとか、まあ、こんな風に先生に言われたとか、まあ、友達関係で悩んだりです。日本だったらもう言いたいことを言い返せる子でもですね、なかなかその言えなかったり友達がいなかったりっていうことで本当に苦労してるんですけど、それを、まあ、ほとんどの場合その保護者のお父さんお母さんには言えないっていうんですね。やっぱり心配をかけたくない、お母さんも頑張ってるから私は言っちゃうもっと迷惑になっちゃうとか思って一人で抱え込んでる人がいるので、まあそういう学校の教員っていう枠を離れたら、まあ家族ごとサポートできるんじゃないかなって思って、まあこういう仕事をしたいなって思って、調べたらコンサルタントで出てきたのでこの名前を使ってるんですけど、なかなかそのね仕事内容とか伝えにくいので、まあこれからこういうお借りしたり、自分から発信していこうっていうふうに思ってます。はい、はい、確かにね、駐在員のお子さんたちは、ね、数年単位であちこち国を、ね、またいでいかないといけない、うん、なんでしょう、その環境になるのに時間がかかるっていうのもやっぱ、うん、分かりますよね、うん。でイギリスに来た場合だと、その日本にいる人からすると、あ、絶対もう英語ペラペラなって帰ってくるんでしょって言われたりとか、すごくこう期待されてしまったりとか、あと日本でその例えば帰国子女枠で入試を受けれるっていう特典みたいな感じで、あ、なんか私の受験勉強よりも楽に入れてるとか、そういうイメージを持たれてしまうんですけど、もう本当に彼女たちは努力してるんですよね、そこで。で、その努力をやっぱり無駄にしてほしくないっていうのもあるので、やっぱり自分が納得した形で、進学なり、次の国に行くなりしてもらいたいなっていう気持ちがありますね。素晴らしいですね。今まで本当に知ることのなかったその選択を上手にできる方法っていうところの架け橋になっていただけるということだと思うので、もうこれからの活動が楽しみですね。うん、そうですね、ありがとうございます。何か力になれるように頑張りたいと思います。なんかもうすでにされてる気がしますけどね、みどりさん。そのいやいやいや、仕事としてはできてないですね。もう全然やっちゃってるでしょうね。今まではやっぱりその担任した生徒さんとか直接関わることができてこう得られた部分もあると思うんですけど、まあ私と出会わなかったらもう全然その何も助けてくれない先生に当たっちゃったみたいな人もいたりとか、まあ耳に入ってくるので、まあこう公にしていこうかなって思っているのと、やっぱりこの絵がちょっと出てきてるんですけど、これも教え子に描いてもらった絵なんですね。で彼女はとっても絵が得意で、だけど数学も捨てがたいと、で先生どうしたらいいですかみたいな相談を、まあ、数年前から受けていて、で、まあ、両方活かせるのは建築とかだったらいいよっていう話をしたら、まあ、今は建築家に進むように励んでるみたいなので、なんかそういう、あ、霧が晴れたなとか、この私のやってることは緑の窓って言ってるんですけど、その私の、ま、窓を一緒に開けて違う景色が見れたらいいなっていうふうに思ってます。素晴らしいストーリーですね。素晴らしい。いやいやいや、ね、きっとこれから多分、ま、緑さんのところにね、いろんな生徒さんが集まってくれるんだろう。素晴らしい。いやいや、ね、子供さんだけじゃなくてね、やっぱお母様方とかも悩まれてる場合が多いと思うので、まあ、ママ友としてもね、何かできたらいいなって思ってます。はい、
とコメントが結構いただいているのでご紹介しますね。イギリスの12年生、13年生は高校に当たりますか？そうですね、はい、高校って呼んでるんですけども、私の感覚では予備校です。予備校、本当に勉強だけ教えるっていうことで、一応担任とかいるんですけど、もう自分で勉強し進めていきなさいっていう感じで、だから学校行事とかもほとんど ないですし、そうなんですね。そうですね。でも一応日本では高校っていうふうに呼ばれているので、そのイヤー13ですね、その最終学年で A レベルっていうテストを、また全国一斉のテストがあるんですけど、日本の大学に、入学したい場合はその A レベルの成績が求められます。だからそういう意味では、まあ高校なのかなっていう感じですね。はい、イギリスの7年から13年が中高一貫ということでしょうか。アメリカでも高校課程を4年でやるのですが、それがいけるということですか、ね、それとはちょっと違うんですか、ね、アメリカの高校、自動的に高校には行けないです。高校っていうか、そのシックスフォームって言うんですけど、最後の2年間ですね、それは、うん、別です。別なんですね。はい。で、その11年生の時に受ける GCSE っていうそのテストの、レベルによって、まあ、その後 A レベルを勉強する高校って呼ばれるシックスフォームに行けるのか、それが成績が足りない人は専門学校であるカレッジっていうところに行くことになります。で、義務教育はセカンダリースクールまでで、でセカンダリーが多分高校1年生まで、2年生かな、うん、の年齢までなので、まあ私が中高っていうふうに呼んでるんですけど、その先ほど言われてた学校の GCSE の成績は公表されますか？学校のランク付けのようなことが起こっていますか？分からない、はい、カリキュラムを取り入れている学校もあると思いますが、どのような視点で学校を選んでいますか？たくさんありますね。公表されるものですか？個人は公表されないですけど、学校全体として、例えばそのグレードの一番いい生徒が何パーセント、取っているかっていうのは公表されています。イギリス政府のホームページに行っていただけると、全国のですね、学校ごとの、その成績がいくらぐらいなのか、それから先ほどありましたけど、その共学なのか、その男女比がどうこうとか、そういうのも全部載っています。ということは、それによって学校のランク付けのようなことが起こってるってことですよね。はい、ランク付けということなんですけど、まあ、なんて言うんですかね。一応それが、私立以外は、そこの近くに住んでないと入れないので、結局何が起こるかっていうと、そこの地域に住みたい人がですね、殺到するわけですよね。もちろんいい学校って言われたら。で、どうなるかっていうと、家の値段が上がるんですよ。だから同じ広さの家で、その学校が良くない地域だと家が安くて、学校がいいところに住もうってなると小さいところでしか住めないっていう、究極の選択みたいなのがありますね。本当ですね。だから本当に家を決めるのがすごく重要で、で私冒頭に引っ越したっていう話をしたと思うんですけど、今まで3回町を引っ越してるんですね。で1度目は私も全然選べずケンブリッジに住んだんですけど、でその後も、夫の仕事の都合で住んだんですが、その町がですね、あまりその学校が良くないっていうことで、私たちはそのここの学校がいいよっていう地域に住むために、子供が3歳になった時に家を探して引っ越したんですよ。
です。なるほどですね。でも本当に家が高くて、同じ町にいたらもっとすごい大きな家に住めるのに、今そんなに大きくないとこに住んでます。うん、悩ましいですね。羨ましいですか？いやいや、悩ましい。あ、悩ましい。ね、そうですね。でもやっぱりね、日本の方は特に教育には力を入れてらっしゃる方が多いと思うんで、どうしてもやっぱりね、そういう地域にこう集まりますよね。きっとアメリカも同じだと思うんですけど。うん、なるほど。最後、バカロレアのカリキュラムを取り入れている学校もあると思いますが、どのような視点で学校を選んでいますかっていうのは、まあだから。もし日本に将来帰るとか、イギリス以外の学校、大学に行くとかっていう場合に IB ですね、国際バカレラは選ばれると思うんですけども、カリキュラム的にはもう全然違うんですよね、イギリスと。だから普通のイギリスの人は英語で教育を受けてるっていうのもアドバンテージで、アメリカとかの学校にもすごく入りやすいんですよね、そのまんま。横滑りで行くことができるので、あまりその IB に行かせようっていう家庭は多くないですね。だから外国人を目当てにしている、寮を持っている学校であったり、特別にそういう IB コースを作ってますよっていう学校はあるんですけど、多くはないです。で、IB 持ってなくても、今はどこの大学でも一応、レベルを、測っている機関があるので、これと同じ同等レベルでっていうことになると、入学自体は、拒否はされないので、イギリスの資格を持って、日本にも、大学にも行けるし、アメリカにも行けるし、世界中行けるっていう感じで、見ていますね。お答えになってますかね。大丈夫かな。ホームルームがない。同社中高と同じ。あ、同社さんもクラス分けとかはないのかな。知らないです。知らないです。私もわかんない。あ、ちょっと聞こえにくかったんですけど、どこ。あ、ごめんなさい。ホームルームがない？さっき中学校で教室がないと言われてたのか。だから多分、同志社。朝集まる場所はあるんですよ。うんうん、で、それは一応教室で、一応担任みたいなホームチューターって言うんですけど、そういう人がいて、レジスターって言って出席だけは取ります。であと例えば道徳みたいな特別学級の時間みたいなのはそこで集まってやることがありますね。ただし自分の部屋ではないっていう感じなので、荷物は全部持って移動かロッカーに入れるっていう感じ。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとそろそろお時間になってきたので、そうですね。あと1枚スライドがあるんですけど、一つだけ、はい、宣伝をさせてください。今日のお話を聞いてもっと知りたいなって思われた方とか、私ちょっと今悩みがあるっていう方に、一応ね、いろんな悩みをお聞きしたいので、Facebook の私のところでですね、緑の窓っていうグループを作りました。でそこではこうハイブリッド教育って書いてるんですけど、私の子供たちは、日本の勉強も取り入れながらイギリスでも勉強しているっていうことで、一応特に数学ではすごく理解が深まってると思うんですね。一つのやり方じゃなくていろんなことを、多角的に見るっていう意味では、これからオンラインでいろいろ授業が受けれたりとか、世界中のものがこう情報が入る状態になっていくので、自分でそれが選択できるようになるんじゃないかなって私は近い将来思ってるんですけども、そういうことも目標にしながら、みんなで、どんな教育がいいんだろうねっていうのをお話できたらなって思って、来週急なんですけども、来週の金曜日に、
皆さんとお話ししたいなと思っています。これはズームでみんなで話しましょうみたいな感じで、私が一方的に話すのではなくて、ディスカッションみたいな形で、お話聞けたらいいなって思ってますので、もしご興味のある方はまずは友達になっていただいて、それから参加していただけたらなって思います。よろしくお願いします。ぜひお友達になっていただいて、メッセージですね、送ってください。はい。よろしくお願いします。僕も早速入らせていただきましたので。ありがとうございます。で、急なんですけれども、次回のライブ配信はですね、明日、はい、今日決まったライブ配信なんですけれども、明日のですね10時30分からまたですねこのフェイスブックライブで、明日はですね大塚文隆さんという鳥取県に、フィリピンの語学学校のシステムをも、持ってきて、国内留学施設を作りたいっていう方のですねお話を急遽伺うことになりましたので、ぜひ明日も皆さんご覧ください。お待ちしております。お願いします。じゃあ今日はですね、はい、今日はみどりさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います、はい、失礼します。ありがとうございました。失礼します。